スパンタックス995便離陸失敗事故は1982年9月13日に発生した航空事故である。マドリード・バラハス空港発マラガ空港経由、ジョン・ F ・ケネディ国際空港行きのチャーター便だったスパンタックス995便がマラガ空港からの離陸中にノーズギアのタイヤが破損し、離陸中断を試みたがオーバーランし炎上した。 乗員乗客394人中50人が死亡した。スパンタックス995便は9時36分にマドリード・バラハス空港を離陸し10時20分にマラガ空港へ着陸した。マラガ空港から251人の乗客を乗せ滑走路14へ向かい11時58分に離陸許可を受けた。V1 速度の162ノットに達する直前。 ノーズギアのトレッドが外れ始め、機体が振動し始めた。離陸速度に達し,し、機長は離陸させようとしたが、制御できなくなる恐れがあるほど振動が大きすぎたため、離陸を中止した。その時点で、速度は184ノットに達しており、滑走路の残りは4250フィートほどだった。機長は逆水力装置を使って機体を停止させようとしたが、 第3エンジンのスロットルを誤って離してしまい、左右の水力が非対称になり、機体は左に逸れていった。995便は110ノットの速度で滑走路をオーバーランした。ILS アンテナに衝突し、第3エンジンが脱落、フェンスを突き破りハイウェイに突っ込んだ。その際、3台の車両を巻き込み、右翼が分解した。機体は、 滑走道端から1475フィート地点で停止し、胴体後部が炎上した。軍用機で搬送される重症者調査委員会は、異常な振動の原因が、ノーズギアの右車輪のトレッドが剥がれたためだとした。また、離陸速度を超えてからの離陸中止は、乗員の訓練不足が影響したと述べた。離陸時のエンジン故障は、訓練を受けていたが、 車輪の故障時の対応などの訓練は受けていなかった。そのため、乗員は離陸中止の判断が適当であると考えてしまった。ありがとうございます。